松崎博です。フィルムメーカーです。なぜこの世界に入ったかっていうと、もともと中学生ぐらいですかね、映画が好きで、やっぱりハリウッドのすごいなんかドーンって爆発するような映画が子どもの頃から好きで、映画の世界に行きたいなっていうのがあったんですけど、スクールオブビジュアルアーツっていう大学に勉強しに行ったのがまず始まりですかね。アメリカにいた頃は8割から9割方インディーの映画に携わることが多かったんですよ。残りの1割2割はミュージックビデオか、まあ、もしくはコマーシャルかっていうことが多かったんですけど、日本に帰国してから8割9割方コマーシャルだったりとか企業の VP だったりとか、海外から撮影に来るクルーと一緒になって仕事するっていうような撮影が多いですね。自分で機材を持ってるんで、それ込みで仕事をお願いしますって言われる時もありますし、いやいやその機材じゃなくてこっちの機材で撮影してほしいんだって言われたら、その機材はレンタルして使うっていうこともあるんで、それは仕事によって借りたり自分の機材を出したりっていうのを分けてますね。自分が持っててでいつでも持ち出せるっていうメリットを考えた時に、癖が少ないとかっていうところを、メインに考えて、あんまり色がついてないレンズ、どんなカメラと合わせても使いやすいレンズ、どんな状況下でも使いやすいレンズっていうのがやっぱり手元に置いておきたいレンズだなと思ってて、 CP3 のセットを揃えることにしました。CP3 を揃えるって決めた時にまず考えたのが、まあ、25mm、35mm、50mm、85mm、まずそこの用途を決めてたんですけど、フルフレームのカメラで、使うんであれば 15mm っていうワイドまではそんなに使うあの機械っていうのは多くはないんですけど、ただスーパー35のカメラになるとやっぱり 25mm だとちょっと長すぎるし、やっぱり 15mm ぐらいまでワイドのレンズっていうのがあった方が、使いやすいっていうのがいろいろテストして分かったんで、で 15mm っていうのを最終的に購入して今のセットになってますね。レンズがこれだけ小さいんで、他に合わせるアクセサリーもコンパクトなものを機材選びの時にもしてますね。リボグのバッテリーだったりとか、ブライトタンジンのマットボックスだったりとか、まあ、フォローフォーカスもそうなんですけど、で新しいものが出たら、まあ、そういうものは試して良ければ積極的に使うようにはしてます。機材がまあ小さく軽くなるっていうことで現場での負担がだいぶ減りますので、その分クリエイティブに集中できるっていうのはメリットかなと思ってます。